みんなついにスバルが粘土ライダーになったぞ。皆さんの応援のおかげです。ありがとうございます。粘土ロイドの画像を見た、みんな見てくれた？すごい可愛いんだけどさ、何がすごいってさ、付属パーツ見た？みんな、なんと大空スバル初の粘土ロイド、 Twitter がですね、付属パーツとしてついてくるんですけれども、もう一個みこちだったらマグマみたいな、マグマバケツみたいな付属パーツでね、もう一個あって、おいしょ、こちらですね。え、なんとソーセージ、フォークに刺さったソーセージがついてくるという、これはですね、いやスバルも これはと思ったんですけど、昨日ちょっと確信した出来事がありまして、こちらですね。みんなソーセージレジェンドのツイッターをチェックしたかな。スバルもね、このウインナー何やらと思ったんですけど、ソーセージレジェンドの公式さんがさ、この黄金に輝くウインナーはまさかって つまりそういうことなのみたいな。しかも何がすごいってさ、アマゾンランキングのなんか1位になってたらしくて、もう本当ありがとうございます。スバル受注生産だと思ってたんですけど、予約期間中でも受付可能数に到達した場合予約終了らしくて、まだ売ってる、これまだ売ってる、まだ買える、もうない。他のサイト、アミアミさん、アマゾンさん、 TOM さん、グッスマの公式ならまだ買えるということで、ぜひチェックしてみてください。ちなみにですね、スバルはですね、ツイッター上でスバルと某夢の国ダックのですね、夢の国ダックもさ、粘土ロイドになってるわけ。そのね、2つをね、スクリーンショットして、よし、すべてのアヒルを集めるぞみたいなことをつぶやいている海外日記をね、スバルはね、見逃しませんでした。スバルじゃねえからと思って見てましたね、海外日記。それスバルじゃないから。ちなみにこれさ、なんでか知んないけど、スバルの初期ツイートがおぎゃーって言ってる、地球&テラの初期ツイートもついてくるから、黒歴史掘り起こされちゃってるっていう。これ何がさ、一番恐ろしいってさ、これ全部スバルが提案したんじゃなくて、スバルさん、粘土ロイドどうですかって言われた時に、向こうからいただいた提案がもうこのラインナップだったっていう。あ、過去ツイートがリツイートされてたのってそういうこと。自分で初期ツイート、なんで粘土ロイドデビューすんのに初期ツイートなんだよ。全てはですね、これどうですかのタイミングでは出来上がってました。やばい、点と点が線になって、つまりそういうこと。マックスファクトリーさん、やりましたね。絶対違うけどな。絶対違うけど、伏線回収やめろ。はい。では続いてですね。